とんでもないことが起こりました。とんでもないことが起こってしまったんです。皆さん知ってますか？なんと日本代表が死のリーグを1位通過しました。おめでとうございます。ごめん、ちょっとこれはね、全然1ミリもメディとは関係ないんですけど、ちょっとこれだけはちょっと言わせてくれ。こんなことがあったか今までと。なあ、ドーハの悲劇がドーハの喜劇に裏返るって、これもう主人公やん。日の丸主人公じゃん。もう本当に感動しました。ドイツに続きスペインにまで打ち勝つとは、すごすぎる。日本の進化がすごすぎる。もう僕ね、普段全然ね、A 代表以外は試合見ないようなミーハーなんですけれども、ここまで興奮させてくれた日本に本当にまず、ありがとうと言いたいところです。はい。今、朝の7時、何やってんですかね、僕ね。いやー、素晴らしかった。本当にすごかったです。ただね、ここからが本当のスタートなので、ベスト16に甘んじることなく、ここから僕らも一緒に応援していってね、さらにさらに勝ち上がって、本田さんじゃないけれど、優勝目指していきましょうよ。これはマジで熱い。マジで熱い。ごめん。全然関係ない話でごめんなんだけど、もう我慢できなかった。ちょっとここでもね、言わせてください。もう素晴らしかった。もう本当にね、吉田選手じゃないけど、もう本当に泣くよ、こんなの。泣いちゃうって。素晴らしかったですよ。でですね、僕ね、本当に嬉しかったのがですね、僕、コスタリカ戦だけ見てなかったんですよ、実は。なぜかといえば、動画編集に夢中になりすぎてたからなんですよね。はい。結構まあ僕そういうことよくあるんですけど、ドイツ戦を見て、もう凄まじい試合を打ち勝ってくれて、めちゃくちゃ興奮した後にコスタリカ戦を見なかったんですよ。で、僕が見なかったコスタリカ戦では負けて、で、やばい、これはちゃんと見なきゃと思って、スペイン戦を朝4時からちゃんと見たら勝ったんですよ。これはね、僕が見れば勝てるということがもう、僕自身も確信を持って言えるので、もうここからの日本代表戦はもう確実に欠かすことなく見ていこうかなと思っております。まあ、ちょっとここだけに尺を使うのはあまりにもなんで、まあ、これくらいにしておきますが、いやー、改めて日本代表、決勝トーナメント進出おめでとうございます。ブラボー、マジでブラボー、素晴らしい。さて、雨の日のうちにね、やるべきことは大体済ませておいたので、日課的なことは。あとはもう自由に動き回れるんですけど、今回はその移動手段を、この、ほら、マストドン、大きくなったマストドンで、いろいろ回っていこうかなと思います。まあ言って税金払うぐらいなんですけどね。まだラスコーリニコフはちっちゃいまんまなんだけど、マストドンでかくなったんだよね。ツイッターから逃げた人たちがマストドンにより集まって巨大なプラットフォームになったらしいぞ。あ、起きた起きた、マストドン起きた、マストドン起き上がったぞ。まずはマストドンに蔵をつけてあげる。長押しで、お、蔵ついた蔵ついた。ずーっとガバチョの遺品を持ってたかんな私。これでカバン、装備はね、蹄鉄と、あとは、蔵袋。これで所持重量も増える。オッケー、完全装備できたね。行こうか、マストドン。君と一緒に初めてのお出かけだね。スピード的にはやっぱり遅いね。弥生ちゃんよりかは全然遅いって感じだな。こう見ると、懸命に走ってるのはよくわかるから、許してあげようか。
悲しい顔してな、一生懸命走ってるわけだもんな。あ、見て、かわいい。顔上に上げてる。すごい。細けえ。馬こんな顔上に上げてたりしたかな。かわいいな、これは。ああ、子供とかは余裕で水の中歩くのに、ロバはしっかり顔を上げるんだね。これはかわいい。ほう、戻した。やっぱそうだ。特別な動きだ。かわいかったな、今の。まあ、こんな感じで、ゴストビアに到着ですね。もう今、ウニゴストはいないからな。税金を渡すべき相手。名前何だったっけな。そいつだな。あ、違う。もっと遠くだ。アンスガーだ、アンスガー。そうだ、アンスガー。こいつに税金を渡さなくちゃいけないんだよな。はい。素晴らしい。せめてそんな即座にうなだれないでほしいとこだけどな。ですね、まあ、あとはといえば、私のやることはまあ大体もう決まっていて、こういうね、今上のカーソルに出てる、彼女だ、ドブロウィウォージャーとか、あと奥にもなんかいるね、とかのサブクエをガンガンこなしていって、どうにかユニーク NPC 引っかからないかなってのを試していこうかなと。今回から本格的にやっていこうかなと思います。ただしこれ何度も言ってますが、ない可能性も全然あるというね。まあ一気に季節と時間が吹っ飛ぶ可能性は大いにあるのですが、まあこれを細々とやっていこうかなと思います。あ、冬なんだけど、またアグネス。今度は何があったの？どうしたどうした？愛する家族よ。スイタンに何があった？この子熱があるみたい。ずっと泣いてるわ。え、ちょっと待って。それはまずいことかって。まずいだろ。どうしたロッチ？いきなりボケてんな。いやいやいや。なんとも言えないわ。こんなに小さいんだもの。少しのことが命取りになるかもしれないわ。薬を持ってきてもらえるかしら。心配なの。そうだよね。いや、行ってくる行ってくる。赤ちゃんはすぐ元気になるもんだ。いやいやいや、この中世紀の赤ちゃんの死亡率って高いからな。うん、現代とは違うから。やばいやばい。薬草商から薬を入手する。やばい。これ、スイタン死んだらもうゲームオーバーだよ。おいおいおい、それはやだよ。結局赤ちゃんってさ、まあ、僕あんまり知識はないですけど、なんか病原菌とかさ、そういったものの外的な要素に対するさ、防衛力ってのが備わってないからさ、だから死んじゃいやすいんだよな。生まれたてなんてなおのことだろうから、うかうかしてられないんだけどさ、なんか場所がさ、指定されてるんだよね。こっちの、ほら、ここの薬草商から薬をもらうっていう。うちの村にも当然薬草商いるんですけど、なんかこっちに行けって言われて、まあ、ちょっと今急いで向かってるんですけど、何なんだろう。あ、雪だるまがある。じゃなくて、雪だるま今いいから、ここのどこかに薬草師、まあ医者みたいなもんだよな、がいるから、ちょっとそいつに薬を早くもらわないとね。あっちだ。トミラさん。お前？違う。この中だ。まあ、ハーブ小屋だよね。トミラさん、ちょっと息子が大変なんです。薬が必要なんだ。子供が熱を出している。ごめんなさいね。ちょうど売り切れてしまったのよ。おお、じゃあちょっと自家製でやるから製法教えてくれ。頼むよ。新しいの今作ってもらえないかな。そういう風に悠長に言ってられる？あと数ヶ月は作れないわ。この季節に取れる材料でないし。大根もないのよ。うちにあるから製法を教えてくれ。そんな、どうしても薬が必要なのに。最後のを買っていったのは誰だい？ま、買った人は買った人で必要だから買ってるんだろうけど、それはちょっと気が引けるけどな。旅人よ？ちょうどさっきのことよ。まだ近くにいるかも。お？割となんかちゃんとした感じの話になりそうな予感。ありがとう。どこだ？旅人？旅人よ。あ、いたいたいた。これだ。
アメリゴ。お、お、なんか、新しいビジュアルだな。あー、なんか王の使いにも見えるけど、アメリゴ頼む。ちょっと息子が死にそうなんです。こんにちは。小生に何かご用で、小生っていう人初めて見た。先ほど薬草商から解熱薬を買ったのはあなた？確かに買いましたとも。私はよそ者ではありますが、ここでは売買が罪とは聞いていません。違いますかな？いや、その通りよ。その通りよ。それを糾弾するつもりは1ミリもないんだけど。ただ、幼い我が子が熱を出していて、あなたが買ったその薬が最後の一つだったようで。どうかなこれ。まあ、でも急ぎで必要な感じじゃなさそうだよね。アメリゴ。なるほど。とすると、この薬はあなたにとって非常に大切なものなのでしょう。違いますかな？だからそう言ってんだろ。周りくどいな。なんか王宮関係に勤めてたとか、そんな感じな匂いがするけど。この薬を買い取らせてもらえないか？いいえ。嘘だ。これどうなんの？今、なんて？お願いしてるのですが。状況はわかっていますよ。ですが、コインに興味はないもので。それにこの取引は小生の方がいわゆる立場が上のように思えます。違いますかな？なんだこいつ。子供を盾にマウント取るとかクソだな。アメリゴお前。お前。その髪かきむしってやるか。どうすれば薬を譲ってもらえるでしょうか？周りくどいんだよな、こいつの喋り方な。何か変わったもの、知的なもの、何か特別なものを欲しがってんのか。でも私は詩人ではない。人々を繋いでいるのはやはりユーモアではありませんか？もしくは共通の敵とか、我々もそういう普通の関係になろうではありませんか？名も知らぬ友よ、薬をあげましょう。どういう回り道をしたの？今一瞬出てたけどさ、そんなにあっさり、いや意味がわからないよね。なんかこれこそメディだなっていう、なんかこの空気感久しぶりに味わったけどさ、意味がわからん。こいつ何なんだ。そんなにあっさりくれちゃうのか。具合の悪い子供に薬を渡さないなんてことはしませんよ。そんなにひどい人間ではない。政治家でもない。ただ愉快な会話を楽しみたかったのですよ。愉快じゃないよ。こっちは全然不愉快なんだよな。あなたの村に住ませてもらっても、うおぉ！こういう感じかい。こういう感じなのかい。だいぶカットしまくってるだろうけど、俺相当探したんだぞ。お前が噂のユニーク NPC なのか。マジか、アメリゴ。そういうことになんの。まあ、47歳だし定住したいってところなのかもしんないけどさ。どうして私の村のこと知ってるんだ。人は噂話好きなのですよ。私は盗み聞きが好きでね。あなたのその目を見たら気づかないはずがない。すげえ洞察力を持ってんだな。いや、なあ、もうお前みたいなやつを待ってたのも事実。ただ遊ばれたのも事実。呼ぶか。これね、一回逃したらもう多分会えなくなるとかそういうのありそうだから、ちょっとムカつくけど、来いよアメリゴ。お前、うちの村でしっかりと性格、その歪んだ性格矯正してやるからな。私の村へどうぞ。素晴らしい。さあ、あなたは子供のところへ。小生、自力で行けますゆえ。喋り方な。ではまた。おお、おお、マジか。マジか、アメリゴ。マジなのか。How can I help you? アメリゴさん、お前にも家を用意してたんだよ。お前のための家だったとはな。これだ、これ。このゼロのこの家だ。ここにお前を住まわせてやるよ。ほらよ。まあ、薬は一応もらえたことだしな。遊ばれたことは許してやる。アメリゴ。さあ、私もうかうかしてられないな。急いで帰ろう。いやー、よかった。いや、俺本当に無理だと思ってたんだよな。結構クエストやってましたから、どういう感じで編集するのかまだわかんないけどさ。いやー、安心したわ。
で、もしかしたらこういうやつがあと5人ぐらいいるのかもしれないんだよ。なんか複雑な気分だわ。まあ、息子がもたらした縁とはいえ、もてあそばれたからな、息子の命を。多少なりともね。なんかどうなんだろうな。今ちょうど、まあ、村に戻ってきて、で薬を渡せば、まあ多分あとはアグネスが処置してくれることになるんだと思うんだけど、これアグネスなんて言うかな、このことに対して。でも何も言わないのかな、絡みないのかな。ちょっとまだ分かりかねるけど、帰ってきた。アグネス持ってきたよ、スイタンの薬。薬はあるよあるよ、どうぞ。だといいけど、大丈夫だと思う、多分。あ、終わった。これでいいのかな、これで大丈夫だったのかな。どうアグネス、 How is life treating you? もう言うことないの。月明かりの下で裸になって踊りたい。 See you soon. 冬だわ。よし、次の日ですね。スイタンはもう大丈夫かな。その後一言も言及がないのはなんでなのかな。まあ大丈夫だと受け取るよ。かばぐって、大丈夫そうだね。でおそらくね、もう来てるんだよなあいつ。日が変わらないと移動ちゃんとしきれないだろうから、で一日またいだわけでしょ。多分そこに来てると思うんだ。あれ、でも表示が出なかったな。あらら、いないな。どこ行ったあいつ。あ、いた、アメリゴいた。なんか外出てるわ。アメリゴ、アメリゴ、いた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 。お前馴染んでんのかよ、うちの村には。どうよ、うちの村は。ご機嫌よ。お前はご機嫌なのか。なんか47歳にしては結構若い顔してるじゃん。あ、アメリゴ来た。さっそうとやってきたぞ。お、服着替えて。今着替えたね。ルドビカ。あ、ルドビカが見習いか。これ結構販売の邪魔してるようにも見えるけどな、ルドビカ。ルドビカ、あ、女の子だね、やっぱりね。チャイなのかな。消え入りそうな声だったの。大丈夫か、こんな詐欺師っぽいやつと一緒に働いてて。アメリゴ。悩み事？悩み事？あ、こういう感じなんだ。ユニークキャラだと会話内容もちょっと違うんだな。非常に首の長い生き物を見たことがあります。あ、キリンのことかな。木のてっぺんから直接歯を食べていました。この世界はまだまだ知らないことだらけです。そうだな。こんなお前みたいな旅人がまさかうちの村に流れ着くとは思わなかったよ。旅が恋しくなることもあります。険しい道を思い出そうとして、昨日靴の中に小石を入れたりもしました。やっぱこいつバカだな。意味がわからん。これ、あれだ。多分新しい子供関連クエの時にどんどん来るんだろうな。だから、スイタンが鍵となって中心となって、どんどん新しい人たちが呼び込まれる。そういうわけだ、タイバルだ。グッデイ。さて、まあ訳のわからない旅人のことは置いといて、装飾ですね。実は収録してたと思ったら少し取れてなかった部分があったので少しだけ進めてしまったんですけど、まあこんな感じで窓をつけまして、あ、どうした。で、ほら、ラックとかカーテンとか、まあこれもラックっていうのかな。まあ結構種類があるんですよね。ハンマーを持つと飾れるんだけど、まあそこそこ種類がある中でこの壁の数だけ、まあ、飾り付けができるっていう。まあ、少しこんな感じでろうそくとか、こっちにも棚がね。こういう感じで付けました。で、ここ、この2箇所にね、ちょっと少し物々しいんですけど、そして趣味ではあまりないのですが、これね、動物を飼った記念品って言って、まあ、頭蓋骨が飾れるんですよね。まあ、こういうのって欧米とかではよく見るものですけど、これね、動物の頭蓋骨を使うんですけど、僕まだ取ったことがないんですよ。
で、まあ、ちょっと今回はやらないんだけど、これね、少し狩りをして、取得するまでは、飾るまではやってみたいなと。せっかく新しい、装飾品なのでね。まあ、ここら辺は、ちょっと、また、別個で狩りをして集めようかなと思います。ちなみに種類は3つで、鹿とヘラジカとバイソンがあるらしいですね。で、お次はこれだ。花瓶だね。陶器の花瓶。これも新しく実装されたもので、私3種類用意してみました。これはアイテム判定のものなんだよね。これだったら飾れるんじゃないかなと思って作ってみたんですけど、地味に花瓶がね、粘土を使うので、まあそこまで量産できなかったんだけれども、まあ花だったらね、いくらでもあるので、こうやって各花に対応した花瓶がアイテムとして持てると。はい。あ、お、お、あー、悪くはない。悪くはないな。あ、こういう感じ。これでしっかり置けるな。こんな感じだ。いいね、いいね、いいね。さあ。そして、ここだ。ここのヒンメリなんだけど、これどこにつけるのかが、最初に把握しておきたいよな。なかなかこれ、わからない。むずいな。どこについてんだ、これ。あ、見えた見えた見えた。おー、お、結構華やかだね。結構華やかだよ、これ。こんな感じなんだ。ヒンメリ。花ヒンメリ。わらかりんヒンメリ。花リースヒンメリ。大型花ヒンメリ。で、これが一番でかい大型花リースヒンメリっていう。これ、どこにつけるかだよな。これ、一回飾っちゃったらさ、アイテム消費しちゃうから、これね、つける場所をちょっとちゃんと見定めとかないと後悔することになる。そのバランスに対してね。ここに、まずランタン。ランタンをかけます。これがなんかね、コメントでもいただいたんですけど、結構明るいらしいんだよね。これをもう片っぽにもつけたい。こうかな。こんな感じ。あれ？若干偏った？入ってきて、ちょっと入り口がここでしょ？偏ったな。偏ったな。てか、ここ、空いてるんだもんな。偏るか、そりゃ。じゃあ、ここに、わらかりんひんめり。外からギリ見える。おー、かわいいな。すげえガーリーな家になるぞ、これ。これはアグネスニッコニコだろう。そしてパパの居所がだんだんなくなってくるんだよ。知ってるよ。で、奥の方には、もう豪華に大型花リースヒンメリ。これは豪華。これは豪華だ。ほら、多分最後、ここにつくのかな。最後の一個が、これだ。あ、そうだね。ここにも大型花リースヒンメリ。ほい。こんな感じで、飾り付けました。これ、やっぱね、家の中でちょっと暗くなりがちだから、見づらいっちゃ見づらいんだけど、しかも若干もう日が落ちてるか。ちょっと次の日になるか、まあ夜とか、ランタンがついたところとか、そういうの見てみようか。お、お、ついた！これ明るいな。へえ、すごい明るいランタン。確かに確かに。こんな感じですね。はい。春になりました。まあ、税金の季節なんですけど。あ、こっちの方が見やすいね。最終的にこんな感じになりました。我が家ですね。はい、なんか、ほんとメルヘンな感じになったな。めちゃくちゃ雰囲気変わったよね。これでアグネスも、お前ですかな。アグネス、ここはすごい住みんじゃない。気分も上がってるな。これ多分装飾してやることで気分上がるんだな。アグネスがロマンチストだからとかそういうことだけでもなさそう。バイバイ。家にいるけどね、まあ。とにかくこうやって飾ってあげることがさらに幸せになる秘訣ってことだな。